また、なかなかコロナで集まれなかったところ、そろそろ皆さんいろいろ歌い出してると思いますが、大人もお年寄りも子どもたちもみんな未来に向かってこの北臭い世の中平和に向かって歌を歌っていきたいと思ってます。愛知では来年は東海北陸の PTA 総会が金山であって、そこで演奏依頼を受けてますので全曲演奏します。東海北陸の、の方や学校関係者が見えるので、増列者って、歌声では知られてますけど、私の周りでは知ってる人がほとんどいなかったんですね。職場でまだまだ知られてない人たちがいっぱいいるので、いい演奏をして学校でも歌っていただけるようにしたいと思ってます。この夢のバレっていう方はチラシもありますので、ぜひ最寄りの合唱団に来てください。今日は愛知のいろんな合唱団です。増列者のことは全然世の中に知られてないということがこの前よく分かって、港区でね、子ども万博っていう行事があって、みんなで歌いに行って、200人ぐらいお客さんがいるところで歌って、増列者のこと知ってる人って言ったら一人も手を挙げなかった。はい、そのぐらいまだまだ認知度は低いということで、頑張って広げたいと思います。先週の歌声新聞新年号というのがあそこに置いてありますけど、見ました？何を見たか3面、湯布院小学校、大分県湯布院小学校ではなんと35年間全校で全曲を歌う増列者集会を続けていらっしゃる。35年間全校が全曲増列者を歌うってことは、35年の間に全校でね、300人ぐらい生徒がいたかね、300人ぐらいの生徒がどんどん増列者を覚えて卒業していく。町中増列者だらけで、もうこの記事の中にも書きましたけど、みんな鼻歌で増列者を歌うっていうね、そういう町も世の中にはあるっていう。でも世の中にはということでなんかもっともっとそういう風に、ね、なればいいなというふうに思っています。歌声新聞広めてくださいね。こんないい記事を書いた人がいる、はい、よろしくお願いします。はい、you
はい、藤井さんどうぞ。来年の7月7日七夕の日に中村蔵列車中村文化小劇場で歌います。その合唱団の名前は七夕合唱団ですけど、どなたが参加してもらっても必要です。七夕合唱団親父会とは決めちゃう。じゃあ皆さん7月7日覚えましたね。はい、はい、よろしくお願いします。それから来年は佐賀で日本の歌声祭典知ってました？佐賀県、はい、11月の29、30、12月1日で、30日が大音楽会が佐賀アリーナという新しくできたねアリーナで、そこでも増列した合唱団全国から20分版ということでね計画されてますので、誰でも参加できますから佐賀まで行きましょうね。よろしくお願いします。